これからゆりちゃんとゆりちゃんのお姉ちゃんのノアちゃんと一緒に3人で魚を食べたいと思います。いただき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 ます。ゆりちゃんのお姉ちゃんのノアちゃんと一緒に、ちょっと助手紹介して。助手、はい、助手の登場です。私の姉の新井ノアです。お願いします。お願いします。今日船乗ってましたよね。一番釣ってましたよね。釣れました。何匹釣れました。これじゃあちょっと後ろの助手にやらしとくね。助手に頭の方に。そうそうそう、お、いいね。じゃあ私はタイから。何から？タイ、何か？タイですね。私は、はい、もう。最高ですね。やっぱり自分で下魚自分で、はい。じゃあ私もゆりちゃんのタイいただきます。はい。今日タイ釣りたいって言ってたね私。いただきます。なめろうみたいになってます。なめろうみたいになってます。タイ釣りたいって言ってたね私。なめろうみたいになってます。お答えも何もなくて、噛まなくても飲み込めそう。そうですね。そう、皮をこうやって思いを込めすぎてしまった。ちょっと生ぬるいので、初めにしたら家で冷やしてくれたら。あ、氷とかあるんですね。あ、冷蔵庫で。あ、冷蔵庫。冷え、刺身だ。もちろんこっちですよね。さすがです。さすが35区の大食い女王。じゃあいただきます。かっこいい。さすがです。海鮮丼にしたら最高だよ。いいですね。ちょっと似合うね。作っていいですか。いいよ。海鮮丼しちゃって。ゆりちゃん本当にお魚好きなんだよね。魚好きです。おばちゃんも魚好きなの。好きです。うん。肉より。肉より魚。へえ。あらいっけは魚派なのかな。あ、私肉の方が好き。なんだよ。なんだよ。でも私も肉が大好きだったんだけど、はい、自分で釣った魚を食べるようになってから魚がすごい大好き。魚ってこんなに自分で釣って食べたら美味しいんだと思って。でも刺身もどっちも好きなんですよ。肉も魚も。シンボってことだね。そうですね。おそき、あのちっちゃいさ、線が入ったいっぱいこちょこちょ持って帰ってる。はい、20匹ぐらいあるんじゃない。なかなか種類かけます。もうほとんどもうご飯なんで。いいね、ほとんどご飯なんで。いただいちゃって。はい、いただきます。おいしい。はい。自分で釣った魚から格別だね。そうですね。美味しさもね。これ誰が食べるんかなと思ってました。これ誰が食べるんかなと思ったんですよ。思ってた。はい。すごいなって、すごい大食いの人がいるなと思ってた。魚どうだった。美味しかったです。自分で釣った魚を自分でさばいて幸せです ね、 ね、はい、またやってみたい。はい。また行きましょう。はい。今度萌ちゃんがそのままで。あ、はい、行きましょう。萌ちゃんがやりたいって、はい、すごい言ってたから。佐々木さんと、はい、ね。次何釣るんだっけ。マグロです。あ、マグロ釣るそうです。野望が大きい。マグロで。
よく歌ったり踊ったりして。あご飯、うん、ご飯、あ、ご飯何か忙しそうなんかご飯をおごってくれるようになりました。合ってる合ってる。今ご飯おごったって言えって言う。いやいや、言ってない言ってない言ってない。妹から強要されてました。いやいやいや、初勝利の あれですか、あの賞金、賞金何に使ったかってやつですか、うん、よく聞かれるでしょ。あ、服です。服欲しい服。お姉ちゃんに、お姉ちゃん家族孝行しなかったの。しないの。しました。うんって承認に言ってるよ。一緒でしてません。しましたよ。何も、何もしてもらってない。しましたよ。もうご飯もごちそうになってない。美味しいご飯を、美味しいご飯を考えてるよ。ごちそうしてますよ。します。してますよ。してます。してます。してますよ。焼肉を早くごちそうしてほしい。高級焼肉をね。はい、任せてください。肉より魚。あれ、一家は魚がなのかな。焼肉を早くごちそうしてほしい。昔はやっぱり元気すぎちゃって、小学生の時とかはもうあの先生に学校ちょっと来ないでもらっていいですかみたいなことまで言われて。そんな小学生だったの。そうですね、やんちゃに憧れていた。少年みたいな。そうですね、もう少年ですね。もう先生を困らせたんだ。困らせていたんですかね。しかもそんなに前のことじゃないよね、小学生って。そうですね、ちょっと前のことなんですけど。そんなにすごい何十年も前の話じゃないもんね。もっと勝てるように、はい、まずは、はい、勝ちたいです。とにかく一着をいっぱい取りたいです。仕事としてボクシングもすごく楽しかったですけど、そのファイトマネーとかで生活してたわけじゃないので、本当にプロボクサーだったけど、プロって言えるのかなみたいな感じだったので、今はその好きなことをやりながら、休みの日はこうやって釣りをして、自分の好きなことが仕事になってるっていうのがすごい楽しいですよね。寝不足の眠い体で30匹ぐらい捌くのが、そうですね、これから捌くと思うとちょっと嫌じゃない。そうですね、もうだから今日は、まあ、食べる分だけ差し入れして、はい、内臓とか分だけ取って、それでは皆さん今日は見ていただいてありがとうございました。またねー。